コフローさんから EF デルタといったが届きました。明日、兆候に持っていきたいと思います。フィッシングガングのいつけです。今日は、正月の中日、1月2日です。本年釣り始めですね。はい、令和2年釣り始め。はい、今日はですね、このワーム、ガルプから出てるワームを使って河川のゲームをやっていこうと思います。こっちジグヘッドが三角になってて、ダートができる仕様になってます。まあ、最初は、ただ巻きで狙ってみて、反応が悪ければちょっとワームを動かして釣っていこうかなと思っています。じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっていきましょう。まずガルプってこれ匂い付きなんですよ。で、匂いがついてるっていうことは一発目が一番美味しいんで、一投目で釣れる可能性めっちゃ高いです。一応水深がそんなにないので、まずは動かすというよりかもうただ巻きで一回狙っていこうと思います。はい、で、ジグヘッドは一応 2.6g 使ってます。はい、とりあえず一回投げてみます。はい、結構今引いてくる感じだと水深がないので、ちょっと竿を立てて巻いてきてます。水深も魚もなさそうな感じ。そうですね、なんかなんとなくしますね。暗くて皆さんわからないと思います。全然もう着水したと思ったら着底してます。はい、移動してきました。はい、移動してきました。ちょっともう日が出てきてちょっと明るくなってるんですけど、ルアーのカラーをちょっとチェンジしました。はい、ポイントを見た感じだと、まあ、クリアではないので、はい、女子人性の高いこのオレンジのカラーで釣っていこうと思います。はい、思ったよりも水深があって結構ダートでの釣りが効くような状況ですね。うん、めっちゃメッキいる、やばい。そんなのが多いんだよね。おそんなのが多いんだよね。おやばい、狂気乱舞。すごっ、すっごえぐい。これはえぐい。これいいっすね。釣れましたかね。おいやー、乗らんかった。ちょっと色変えてみますね。カラーチェンジも大事ですか。はい、やっぱりローテーションしていかないと、ずっと同じ色を使ってたら魚が見慣れて見切ってしまうんで、ちょっと色変えます。で、次使っていくのがこの金のラメが入ったやつで、期待できる効果としては、今日傘してるんでポールの時にキラキラっていう反射的な感じで食わせていこうかなと思います。こういう感じです。ちょっとずつだけですけど、トレースコースを変えながら。はい、じゃあちょっと反応があんまり良くなかったので、また元のオレンジのカラーのワームに戻してみたいと思います。はい、はい、あーし、当たった。やっぱりこのカラーですね。このカラーは当たりかもしれないですね。はい、おお、なんかすごいことになってますね。すごいことになってるよ。射程短いですね。グリーン金のトレブル仕様で、ダート逆付けですね。やってやります、もうここまで来たら。今魚は目の前にいますから。はい、もう絶対にいるんで。射程も伸びますからね。はい、釣れる予感がきますね。これ釣れる予感しかしないです。いや、来そうなんだけどな。おい、抜け。やったー、リアクションですね。はい、おい、来ましたー、気が来ました。最高です。本日使ったロッドがあずさ 66SL、 リールの方がストラディックの3000番 XGM です。 P ラインがトーレさんから出てるスーパーストロング P の 0.65 を使っています。リーダーがバリバスさんから出てるショックリーダー14ポンドを使ってます。本日メッキが釣れたルアーが金緑の逆付け、フックはドリブルフック14号を使いました。今日初めてあずさ66を使
ってみたんですけど、感想としてはすごい全体的に柔らかい竿で、柔らかい竿って結構軸がぶれて投げづらいとかあるんですけど、そういうのもなく腰が強くてティップが入りやすいので、まあ、当たりも取りやすいっていう感じで、06とか使ってるともう本当に感度がいいタックルで揃ってるなっていう感じで結構使いやすかったです。あとこのコルクグリップもアクションとかとてもしやすくて良かったです。アズサスプーン逆付けですね。逆付けで、はい、来ましたね、はい、で2回トイッチしてフォール入れたら食いました。ではリリースしようと思います。令和2年初フィッシュ、初フィッシュはメッキです。最高、リリースします。はい、ありがとう。はい、やりましたね。はい、結構今のはマジで思い通りですね。本当に狙った通りでしたね。狙った通りです。まあ引いてきてるコースも、はい、もう完全に理想的で、ちょん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 でワンテンポ送ってっていう感じでやってたんで、そのワンテンポ送った瞬間に下から食い上げてきました。トリブルに変えてたっていうこともあって一応かかりが良かったですね。結構僕このセット好きで、逆付けのトリブル、これで一応チョーク上げてるんで、よかったら皆さんもぜひ行ってみてください。逆付け本当にいいと思います。よく聞きます。しかしメッキキラーですねこいつ。僕本当に思いますよ、メッキキラー、はい、そうですね。メッキだけじゃなくて一応あれなんですよ、これでミキューとかも釣れるんで。なるほど、はい、正真正銘のオールラウンダーですよね。ワームから変えてこっちが釣れる。こういう風に大きいところから小さいところに流れていって、でちょうど橋の幅を見るとこっちが潮が溜まるようにできてるんですよね。やっぱり流れの中にいる魚ではないと思ったんで、今日の活性だとさっきもあっちの方で本当に際のところでボイルしたりっていうのがあったんで、際通したらちょうどフォールで食いました。じゃあ1匹釣れたってことで良かったです。あ、良かったです、はい。1匹じゃ満足しないんで、はい、ガンガンやっていきましょう。何やってんの、ちょんずり。ガンガンやっていきましょう。僕はちょうちん釣りの伝道師って呼ばれてたんで。かっこ悪いんで、やめてみようか。以後やめます。ゆつきさん、はい、今日からちょっと新兵器が一つ追加されてます、はい、どういう、こちらですね、あ CF デルタと、はい、言いまして、はい、怪しいものですか。モバイルバッテリーです。いや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 、このサイズのモバイルバッテリーですか。これやばいんじゃないですか、デカさ。やば、最近撮影機材がめっちゃ多いじゃないですか。はい、はい、そうですね。 GoPro だ、ビデオだ、うん、一眼だ、うん、バッテリーも、うん、まあ持ってますけど、はい、弾不足っていうか、うん、余ったなと思ったりとかもするんで、はい、電源、はい、大事なんですけど、確かに実はこれ、はい、めちゃくちゃ容量がある電源でして。あ、そうなんですか、はい、こいつを使うとですね、かなりいろんなものが充電できます。ほう、大型ライトも使えますし、こちらなんとですね、ドライヤーも使えまして、あら、言ったら電子レンジ使えるんですけど、さすがに電子レンジ車に積むってことは我々しないの で、ね、こちらのユニデルタというものを、送っていただいてですね、はい、我々の調光もですね、これで質が上がるのかな、上がりますね、はい、といった形で、早速なんですが GoPro も GoPro 電池がなくなりました。こちら、はい、早速こちらですね、見ていただいたら分かるんですけど、急速充電なんですよ。あ、こちら通常なんですよ、はい、ここを挿していただくと急速なんで、もう速攻充電ができると。しかもこいつ自体 の、 充電時間めちゃくちゃ早いんですよ。ゼロからだと大体1時間かかるということでしたけど、最初に 30% ありましたので大体30分で温度できました。ものすごい早いね。はい、じゃあちょっと早速入れていただいて、はい、挿してから、はい、これ DC、こちらですね、電源入れていただいて立ち上がるんですね、かっこいい。お、かっこいい。で、こちら押していただくと電気が流れるという仕組みになっております。すっごい。で、こちら、はい、もう一本ちょっと入れていただいて、これですね、携帯。携帯。この充電常に困りますんで、こちら2台同時に繋がっても全然いけると。全然大丈夫ですね。しかもあとコンセントが2つ USB のものですね。さらに USB の C の方もありますんで、かなり使い勝手がいいんじゃないかなと。
反対側なんですけど、こちらのコンセントが6つありますので、はい、で電源をちょっと入れていただきます。でこっちです。はい、そうですね。そうすると充電が始まる。ああ。これあのドライヤーも使えるんで、うん、あの我々あのウェーディングとか行って乗れたりとか、そうですね、まあ例えばそういった時の乾かすってこともできるんで、うん、まあ、なかなかこれは戦力になるのかなと。年がら年中使いますねこれ。まあ、ありがとうございます。この送っていただいて、はい、ありがとうございます。大事に使いますんで、はい、助かります。おーいいね。飛ぶわ。おー送った。落ちパクです。落ちパク。本当にすごいこのルアー。乗らんかった。乗らんかったっす今。ちょうど動き出そうかなと思った瞬間にコンってきました。多分乗り切らないサイズです。本当に10センチあるかどうかの。そういうことか。はい。はい、お疲れ様でした。なかなか渋いですね。前回の兆候から結構渋いですね。やっぱり冬っていうのもあって、まあ、でもこれ一つだけ言えるんですけど、アズサスプーンのフォール最強です。全部それに助けられてます。もう最近の兆候はもうほとんどアズサスプーンですね。はい、まあ、でも一発目の兆候で無事メッキの方釣れましたね。はい、はい、嬉しいですね。やっぱりメッキは僕のこと助けてくれるんでいい魚です。今後もいい関係続けていきたいなと思います。はい、ということで、はい、あの令和2年始まりましたけど、はい、今年の抱負なんていうのをちょっといただいてよろしいですか。はい、抱負ですね、去年フィッシングギャングに加入させてもらって、まあ、釣りの引き出しもいろいろ広げて、で原点に戻ることもできて、でまたそれに今年はいろんな釣りをして引き出しを増やしていって、であとはもうそれを皆さんに伝えて、まあ、新しい人も含めながら、まあ、エンジョイできたらいいなと思います。やっぱり釣りは楽しむことが一番なので、釣りをよりかっこいいものにして釣り人口、釣り仲間増やしていけたらいいなと思います。今年も頑張っていきますので応援よろしくお願いします。